この松原が本当になくなってしまったらどうなるのかっていうと、まあ、強い潮風から私たちのね、田んぼや畑、暮らしを守るものがなくなってしまう。やはり食べるもの、病気に。日本三大松原の一つ、佐賀県唐津市の虹の松原で、黒松の保全活動について話を聞く女性たち。そのうちの一人、湯原ゆめさんは東北大学の1年生です。福岡市出身の湯原さんは去年から仙台市内に暮らし、隣接する宮城県名取市の海岸防災林の再生に取り組んでいます。12年前、東日本大震災による津波で1000人近くが犠牲になった名取市では、沿岸地域を高潮や塩害などから守ってきた海岸防災林も壊滅的な打撃を受けました。この松林の大切さとか、そういうのってどうしたらこう伝わるのかなっていうのが感じました。生活の拠点を東北に移し、防災の大切さを深く考えるようになったという湯原さん。自分に何ができるのかを考え、名取市の沿岸部全域に37万本の黒松を植え、海岸防災林の再生に取り組む団体に参加することを決めました。湯原さんたちが虹の松原を訪れたのは、植樹した黒松をどのように守っていけば未来につなぐことができるかを学ぶためです。団体の発起人は、海岸防災林の再生には湯原さんたち若い世代の力が欠かせないといいます。もう高校3年生だと、震災の記憶もない。なんでここに松原必要なの、なんで松じゃないといけないの、若い世代の人たちに分かってもらうっていうのが一番大事かなと思って。湯原さんたちが1日がかりで行ったのは、松の生育状況の確認と林の中の掃除です。ボランティアとして活動する地元の高校生たちと意見交換もしました。今回の視察で湯原さんたちは何を学んだのでしょうか。ここは200ヘクタールって言ってたので、それを定期的にするってなると結構人で必要なんだなと思って、こういう規模の大きいところを守っていくのは大変だろうなって思いました。地域の方々とのそのつながりの強さっていうところもすごく感じられたなっていうの。湯原さんたちが学んだのは、海岸防災林の再生は黒松を沿岸部に植えるだけでなく、地域の住民と力を合わせた息の長い保全活動が重要だということ。そのために必要だと強く思ったのは、自分よりさらに若い世代への継承です。10年とかじゃなくて、もう50年とか100年とか、そういう長いスパンで考えてる、取り組んでるプロジェクトなので、どんどんこう若い世代を取り入れるというか、こう学ぶ機会っていうのを作っていくことっていうのは私にもできるんじゃないかなと思っていて、高校生とか中学生とか、もっとちっちゃい子とか、どんどんこう若い子たちに知ってもらいたいなっていう思いです。